デーレンタールは、ドイツ連邦共和国にいたザクセン州、ホルツミンデン郡に位置する、マチソンでザムトゲマインでボフチェンを構成する、自治体の一つである。デーレンタールは、ゾリングフォーグラー自然公園内の地高部に位置する。デーレンタール周辺は、広大な森林地域である。ゾリングに位置しているデーレンタールは山が多い、地形である。ベーザー側にも、遠くない。 デーレンタールはブラウンシュバイク・ボルフェン・ビュッテル公爵ハインリヒ2世時代に初めて記録されている。デーレンタールには1575年に建設された教会がある。ニーダーザク先週の地域再編の時代、1972年7月4日に、デーレンタールは新しくザムトゲマインデボフセンの一員となった。デーレンタールの町議会は8議席からなる。赤から木から、 緑の縦縞。前景には心臓に槍が突き刺さり血を流す獅子が描かれている。デイレンタールでは毎年6月にレーベンラウフが行われる。個人が組織したレースで成功したイベントに成長した。このほか、正木曜日にビアスタンドパーティーが開催される。これは大変に人気のあるイベントである。また、毎年冬にサークル会員のために、 クリスマス舞踏会が開かれる。デイレンタールのライオン狩り伝説がある。デイレンタールに一頭のライオンが住んでいた。村で一番勇気のある男が、このライオンを殺そうとした。一人の男がついにそれを成し遂げて確かめると、それはライオンではなく、セントバーナード県であった。この州内で知られた、保養地は特に観光業で成り立っている。この町には、温水プール、図書館、 運動場、コインランドリー、卓球場、地下射撃練習場、ゴルフ場がある。この他に、数多くのペンション、居酒屋、ホテルもある。サウナ、ケーゲルバ、小さな屋内プールが使用できる。デーレンタールには、小さな食料品店や、飲料品店がある。また、周辺地域には 100km 以上の遊歩道、滅場車、ツアー、マウンテンバイクコース、ポニーライド、 数多くの公園施設、ハイキングコースがある。遊歩道を通って、フィルステンベルク、ノイハウス、イム・ゾ・リングなど、近隣の町へ行くことができる。最寄りの駅は、オットベルゲン、ノルトハイム、ゲッティンゲン線沿いのラウエンフェルで、アルテンベインクライエンゼン線沿いのヘクスターである。この他に、ベーベルンゲン、フィルステンベルク、ヘクスター、ホルズミンデン、 バート・カールスハーフェンへのバス路線が利用できる。デイレンタールには、建築事務所やサリングラスバウンとベラデラングス、GMBH&CO、KG、OK、がある。デイレンタールには1732年から1974年まで、使われていた村の学校がある。現在、子供たちは、ラウエンフェルデの基礎家庭学校に通っている。デイレンタールには現在、この地域で人気の幼稚園がある。 ありがとうございます。